皆さんこんばんは。僕のアグレットダムのゆうです。今回は今まででアグレットが出してきた非常にレアな貴重な靴について3選紹介していきます。それではまず早速紹介していきましょう。こちらまず最初はですね、このオズリューセントっていうものです。これ何かっていうとですね、まあ、英国、イギリスを拠点とするデザイナーのダン・ベイリーさんって方がいるんですけれども、アディダスとタグを組んだ、まあ、近未来的なシルエットを持つ靴ですね。名前をオズリューセントって言います。で、非常に未来的な外観を持っていますし、で、こちら出てきた時、1000ジエ以上で売られていたので、非常に貴重なレアのものだということで、皆さんも知っているかなとは思うんですけれども、これ何がすごいかって、実はこのリアルの方の靴、存在するんですよ。これ、デジタルだけじゃなくて、リアルの方の靴も存在するんですが、それが実は、そのダン・ベイリーさんのデザイナーの友人や家族にのみ、数量のみ送られている超レア靴なんですよ。だからリアルでこれを履いてる人はもう数えるほどしかいないというわけです。で、それをデジタルとはいえ50足限定でアグレットがね、限定販売できたっていうのがこれすごいことだなと思いましたね。これだから非常にね、もう数万円かけて手に入るんであればもう全然安いぐらいのことなんですけれども、まあ、やっぱりみんな知ってか知らずかすぐに売り切れましたね、やっぱり。これ本当に非常に貴重なものでございます。しかも個人的にはね、この黒のね、デザインがとても綺麗なんですよ。で、ちょっと写真も貼りますが、リアルの方も非常におしゃれな感じで未来感を引き立てているものなんですね。だからなんか海洋生物とかをモチーフにした、デザインにはしているようなんですけれども、まあもういずれにせよ、やっぱり、こう、前衛的で、いい意味で前衛的で、近未来感のある靴っていうのは非常に私大好きなのでね、これリアルでも欲しいなーっていうふうに思っちゃいましたね。まあまあ、デジタル売り切れなんで、まあまあ我慢しましょうって話ではあるんですけれども。はい。というお話でした。で、次に二つ目紹介するのがこちらです。はい。うさぎのスリッパです。バニースリッパですね。で、これ、一足限定なんですけど、未だに NFT として売られていて、で、まだ残ってるんですよね。まあ、それは10万 GM もかかるから、今実質300万円ぐらいかかるのかな、日本円で。だから誰も買ってないってことなんですけれども、本当にお金持ちの余裕ある方だったら、やっぱり買っておいた方がいいっていうものです。なんでかっていうと、これ、実は有名な物理学者、アルバート・アインシュタインの、大事な靴なんです。アインシュタインさんって皆さんご存知だろうと思うんですけども、ブラックホールであるだとか一般相対性理論っていうのを、まあ、導き出した、まあ、有名な非常に賢い方ですね。で、このアインシュタインさんって、まあ、深くね、物事を考えるときとか、まあ、資料にふけるときって、このモコモコのウサギのスリッパを履いていたことで有名だったそうなんですよ。で、まあ、今出しますけども、こういった写真も残っているぐらいなので、非常に愛用されていた、由緒あるというか、まあ、貴重なレア靴なんですよ。で、過去にリアルな靴として存在しているものです。で、これを NFT 版として作られた、まあ比較的初期の頃の NFT ということもあるので、非常にね、値段は張るんですけど、もしお金持ちに余裕のある方は、やっぱりこれ買えると、まあ後々いいこともあるんじゃないかなっていうふうには思います。まあね、またちなみにこちらのね、商品説明のところにね、ちょっとアメリカンジョーク的にね、このスリッパを履けばブラックホールの謎に一歩近づけるかもしれませんよ、みたいなって話もしています。だからね、験担ぎにね、どうですかね、企業家の皆さんね、買ってはいかがでしょうかっていうお話です。はい。で、いよいよラストです。これが本当に今回動画を作ったきっかけでもある非常に一番面白い靴です。こちら。はい。なんか見たことありませんかこれ。そうです。なんかテスラのサイバートラックっぽいですよね。そうなんです。これなんとテスラとのコラボ靴なんですよ。まあ、といってもね、今はないもので、ナイキとテスラでコラボで作られた靴のようなんですよ。でもね、これ、ディスコードで私発見しまして、過去のディスコード遡った時に、他の国の方がこれ、なんか手に入ったよみたいな感じの動画でバーンって出していたので、はって思ったんですよ。テスラとコラボしてたのって。で、ちょっと焦って、その DM でね、わざわざ私もアグレットの公式に、こう、今写真貼りますけど、このようにね、確認はしたんですよ。だから、やっぱり正しく存在したものですっていうふうにお墨付きもらっているので、フェイク画像ではありませんでした。だからやっぱり存在したんですよ。で、どうやら、ナイキとテスラのコラボグッズだったようなんですね。で、どうやら今ね、アグレットでナイキとは提携していないのかな？アディダスとかとは提携してるんですけどね。なんかナイキとはあんまり提携していないのか、なんかマーケットからも、ショップの方からも完全に消しておりますって話があって。だから、これ、もし、
これだから数年、1年2年前かなに出てたものっぽいので、だからもう昔からアグレットのね、未来を見据えた上で応援し続けていたクロートさんだったら、どっかに一人はこれまだ持っている方いるんじゃないかなと思うんですよね。だからこの価値ってもう今は売ってないし、マーケットに出ていないもので、多分ナイキとの提携の関係上もうマーケットに出すことすらダメなブルーなんじゃないかなと思うんですよ。だからこれはこれの価値は本当に無限大なものじゃないかなというふうに思っております。そういうものですね、まあ、もし持ってる方とかあったら、もうできれば、ね、連絡ください。でも連絡くださいって言っても、ね、今の私のねフォロワー数とかでも全然届かないところにいる人たちかもしれないんですけどもね、本当にいたらぜひ連絡ください。もうこれは私も謎の靴ではあったんで、でも過去にテスラをねとねコラボできていた、ナイキとの関係でですけどもあったっていうのは、やっぱりね今後また持ち直して、アグレと持ち直して、どん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 こうイケイケどんどん調子で盛り上がっていけば、もう一回今度なんかテスラ社とかとコラボっていうのもできるかもしれないですよね。なんか結構ねイーロンマスクさんもこういう近未来的な話とかって結構関心を持っているとは思うので、まあまあ Web3 自体にあんまり関心を持ってなさそうであるんですけどね、まあそれでもそんな感じでまた縁があると、もしかするともしかするかもしれないというお話でした。いかがだったでしょうか。はい、非常にこの3つの靴って個人的に面白くって、結構こうなんで本当にお金に余裕があったら買ってみたいなというものなんですよね。でまたちなみにですね、もう番外編なんですけれども、ちょっとこれは面白いなってくずって笑えたものがあるんで、こちら紹介しますね。はい、これね、はい、クラーケン、はい、面白いクラーケンタコです、はいなんですけど、なんか海外って結構クラーケン大好きなんですよね。こういうではなんか謎のこう軟体生物、巨大な海洋生物の一つで、まあ、私たちいうなんかなんでかな、ネッシーだとか、ああいうタグみたいな感じですかね。なんかね、ジョニー・デップ主演のなんかパイレーツ・オブ・カリビアンでも出てきましたね、クラーケンって。なんかそんな感じで、結構海外ではこういうクラーケンっていうのは、まあ、なんか悪魔の海洋生物として有名な方たちなのかな。まあ、それをちょっと、ね、可愛らしいデザインで出ているので、これも個人的に私は好きだなって思っています。はい、というわけでございましたが、いかがでしたでしょうか。ということでね、今回みたいにね、平日はこういうネタ的な動画も作ってはおりますので、今後ともね、チャンネル登録と、グッドボタン、そしてね、ベルマーク通知の登録もしていただければ幸いです。それでは、次の動画でお会いしましょう。さよなら。